はい、どうも、ノビです。木村です。今日はですね、ペガサスに来てるんです。ペガサスの活動に来てるんですけど、グローブをですね、ちょっと木村さんいっぱい持っているので紹介していただこうと思います。はい、まずグローブ1個、はい、お願いします。はい、これですね。これは、ローリングスのウィザードっていう、はい、多分形になるんですけど、これは、はい、土曜日のチェーンボンズの内原さんと、はい、一緒に飯田橋のベースマンに行った時に、はい、これで衝動買いをしてしまったグローブ。飯田橋のベースマンに行ったんですね。ちょうど硬さがいいので、はいはいはい、やっとこのぐらい硬さがいいので。値段はどれぐらいですか？値段は2万円ぐらいです。はい、ウィザードにしては安いグローブだ。はいはい、このグローブの特徴っていうのはどこですか？特徴は開いた時に開くって感じですね。はいはい、自分多分この辺でいいと思うと思うので、はい、とても入りやすい、はい、大きめのグローブ。はい、ありがとうございます。安いグローブということで、すぐ使えるということですね。すぐ使える。はい、いいグローブ。ありがとうございます。はい、2個目いきます。はい、2個目。はい、おさなく GS の、あ、 GS グローブですね。オーダーグローブ。オーダーグローブですか？はい、これはですね、はい、まあ、おさなく大井さんの、はい、GS というメーカーで作ったグローブになります。はい、イメージはこの、まあ、某アニメのキャラクターをイメージして作っております。はい、某アニメのキャラクターですね。某セリフも書いてあり。ちょっともういいです。はいはいはい、そうですね、色は、まあ、赤とオレンジをメインとしてやっております。はい、まあ、ステッチとかもオレンジでやっております。はい、まあ、使ったウェブ見せてもらえますか？ウェブはこれはあのゴリラとバナナのつむりですか？マークになります。はいはい、ありがとうございます。でも公式用なんで革すごいしっかりしてて手に合ってます。なんで刺繍同じようにしてるんですか？高校野球対応みたいな感じになってますけど。まあ、某キャッチャーが、はい、元プロのキャッチャーの選手が、はい、刺繍を革の色と違うやつにしてると、はい、癖が分かりやすいと。そこは一緒にしてみて、癖が分かりづらくするとちょっと気休め程度でやってみました。あ、そうなんですね。初めて知りました。動いたか、セットしてみて動いたか動いてないか、刺繍が中の色で分かる。なるほどですね。説明しましたね。それをたまたま YouTube で見た。なるほど。はい、同じ色にしてみました。ありがとうございます。はい、次行きまして、まあ、かつてうちのチームで代表してた、まあ、元アッパレの佐藤選手の、はいはいはい、それなんかアッパレ特産 TV で紹介動画見たことありますね。はい、これはですね、やっぱニベアを塗り続けた、はい、まあ、やっぱすごく革しっかりしてた、はい、とてもいいグローブになっております。はい、でメーカーはグラブワークスっていうね。ああ、安いやつですね。そうですね。はい、しっかりもうまたやっぱ素晴らしい選手の片付けなので、やっぱ出してるだけで入ってくる大きめのグローブ。でもちょっと弱点としてはやっぱちょっと重いですね。はい、重いんですか？ニベアの塗りすぎで重いってわけじゃないですか？まあ、木村選手いろんなポジションを守るんで、いっぱいグローブ持ってるんですよね。家にもいっぱいグローブあるんですよね。そうですね、家にもいっぱいグローブあるんです。はい、たくさんもっと紹介してもらおうと思うんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて見ると今永に似てるよね。やっぱ言われました。うん、最近復活してるからさ、よく見るんだけど、ダメだけ期待されるんですけど、なかなか投げ方も似てるもんね。結構意識してる？してる感じはないんですけど、瞑想してますよ。顔も似てるしね、意外に輪郭というか。OK。 お疲れ様です。福岡からはるばる凱旋ということで、はい、久しぶりに投球を見させていただきました。申し訳ないです。はい、いや、バッティング良かったです。はい、ということでグローブをちょっと紹介してほしいんですけど、はい、そのグローブはどのメーカーですか？メーカーはアディダスです。アディダス。はい。それ誰モデルとかあるんですか？モデルは分かんないですけど、おそらく和田投手。ああ、なるほど。ソフトバンクの和田投手かなと。はいはいはい。なるほどなるほど。買った経緯は？買った経緯は、はい、大学で、まあ、野球をやる際に、はい、グローブを買おうと思って、メルカリで買いました。あ、メルカリで買ったんですね。はい、ちなみに値段は？値段は、おそらく3万円ぐらいだったと思います。3万円。はい。なるほど。3万円ぐらいであったと思います。はい、で、力の入れるポイントとかある？肩のポイントとか。あんまりこう、もともとはこう横に投じるタイプだったんですけど、はい、ちょっと縦にも挑戦してみようということで、はい、なんていうんですか、あんまりこう
握りつぶさないようにこっちで開いて閉じてないという感じですね。はいはい、やっぱりグローブの力の入れ締めであの力なんですかね、投球って良くなっていくもんなんですか。そうですね、もともとすごい体が開くタイプだったんですけど、はい、やっぱ縦にすることによって開きを抑えれるようになったので、はい、まあ、それが多少コントロールが良くなった要因かなと思います。ほうほうほう、なるほど、はい、結構渋めの色ですよね。色的には結構好きですか。そうですね、あんまり派手なのはあんまり好まないですね。はいはいはい、2色のも初めてだったんで、はい、結構お気に入りというか、はいはいはい、値段もそうなんですけど、まあ、中古でも全然いいかなと思って、はい、そういうことですね。メルカリで結構安いですね。公式用ですよね。公式用です。いいですね、はいはいはい、結構メルカリには結構穴の、ね、結構いい商品が掘り出し物があるということですね。いいと思います。はいはいはい、分かりました。大塚投手ありがとうございました。ありがとうございます。福岡でも頑張ってください。はい、ありがとうございます。おはようございます。スナイパー選手グローブ紹介なんですけど、これ GS グローブですね。これ初代 GS グローブですかね。確かそうですよね、はい。特徴は 何ですかね。特徴はやや小さめで操作性を重視した、はい、あグローブですか、ね、非常にいいグローブです、はいはいはい、片付けは誰にしてもらった。ゴリスポさんに。ゴリスポさんに、はい、僕のグローブと一緒ですね。そうですね、はいはいはい、どうですか。めちゃくちゃ使いやすいです。結構柔らかめですか。初めから柔らかくて、はい、もう初っ端から使いました。はいはいはい、前マミス選手のグローブなんですけど、はい、ローリングスのグローブあれ結構柔らかいですよね。そうですね、あれはまあでも基本的にこっち使ってます。基本的にそっち使ってます。もうあっちは引退しました。はいはい、引退してそっちになってますね、はい、ウェブはそのウェブは網じゃないと思うんですけど、なんか大学の時からこれ使って。大学の時からそれなんですね。はいはい、なるほどなるほど。これ高校野球隊の既製品ですね。はい、わかりました。山口選手、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。翔輝選手、ちょっとグローブをちょっと見せてほしいんですけど、はい、ピッチャー用グローブ、はい、はい、これですね。 Z のプロステータスですね、はい、これあれですね、購入ルート確かメルカリですよね。メルカリ、メルカリで公式用ですか。それ公式用です。公式のオーダーオーダー、はい、ちなみに何円ぐらいですか。いやでも29,800円で売ってたんで、おめちゃくちゃ安いですね。はい、型は最初からついてました。いや新品で。あ新品で。で、ほうほうほう、そのまま買いました。これちょっと開閉してみてください。はい、あ結構もう使ってどれぐらいになります。どうですかね。もう多分3ヶ月ぐらい経ってるかも。はい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 。はい、ちょっとタイム。はい。山田選手、そのグローブの、はい、力の前のドクター K のグローブよりも、うん、その何ですかね、グローブの引きっていうのはどういう感じですか。あ自分結構その横に使うタイプの肩をすることが多かったんですけど、はい、ドクター K からちょっとこう縦に入った肩付けをしてもらってて、はい、これは自分で肩付けたんですけど、はい、そこから結構縦目、そうですね、縦に引く感じの肩にしてから結構ピッチングしやすくなったというか、はいはいはい、はい、そういう感じですね。収まりやすくはなったかなっていうのはあります。あ、なるほど、わかりました。色はどうですか。色めちゃくちゃ自分的には好みで、はい、高校の最初のグローブもこの結構深濃い茶系の色を使って、はい、もう結構渋い色好きなんで、はいはいはい、自分的にはドンピシャだったですね。高校時代安楽投手が使ってたような色だったと思うんですよ ね、 そうですね、はいはい、結構そういうタイプの渋めの色です、はい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 、ありがとうございます。山田翔輝選手のグローブの紹介でした。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。リンクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひ
いろいろ見てもらえたらと思います。じゃあブログもちょっと